ピュージェットサウンドはアメリカ海軍の駆逐艦母艦。サミュエル・ゴンパーズ級駆逐艦母艦の2番艦。艦名はワシントン州のピュージェット湾にちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。ピュージェットサウンドは1965年2月15日にワシントン州ブレマートンのピュージェットサウンド海軍交渉で寄港した。1966年9月16日に浸水し、 1968年4月27日に就役する。就役後は、ベトナム戦争、デワノン危機、湾岸戦争といった紛争に参加した。その母校は、ロードアイランド州、ニューポート、イタリアのガエータ、バージニア州のフォークと変遷した。第六艦隊所属時は、機関としての役割を果たした。駆逐艦母艦として、海軍艦艇の整備を行い、 補給任務や医療業務も行った。およそ29年間の現役後、1996年1月27日に退役し、ペンシルベニア州フィラデルフィアのネーバルインアクティブシップメンテナンスファシリティに保管されていたが、2008年4月にテキサス州ブラウンズビルの ESCO マリーン社に売却され、解体された。解体作業は2009年2月に完了した。 ありがとうございます。